突然ですが書き初め企画。はい、2020年の抱負を書き初めで、書いてみたいと思います。ここに紙とペンが、筆ペンがあるのでこれでちょっと書きますね。なんだろうな、2020年の抱負、個人的に、あ、1万3000人の方がありがとうございます。お正月から、今日からね、仕事始めなのに、大変なのにありがとうございます。何がいいかな。噛まないようにするって書いてある。めちゃめちゃ直したい。あ、どうしよう。迷うな。エンジン、誰か言ってたかな、エンジン最悪だったんですけど、紅白の時の。どうしよう。じゃあもう個人的な、本当グループのことはいろんなところで言わせてもらったので、今年の、じゃあ個人的なのにするね。はい、あ、バランスが悪い。入んないよこれは。全部間違えたな。名前書く位置もおかしいし、文字も入ってないし、年始早々ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、風邪もひいて。はい、じゃあ発表します。はい、私の2020年の抱負はこちらです。じゃん。バランス悪い。ロケに行く。はい、すごいね、恐ろしくバランス悪いね。はい、そう、ロケに行くっていうのはもう個人的な目標なんですけど、バラエティ番組とかがすごい好きだったりするので、あと旅番組とかも見てるのもすごい好きだから、いろんなところに、いろんな街にロケしに行ったりとかリポートとかできたらいいなっていう思いを込めてこれにしました。そう、名前の位置は多分こっち。間違えました。はいはい、じゃあここで突然ですが、2020年の抱負の書き初めをやりたいと思います。書き初め、私すごい書き初め好きで、全然関係ない時とかも家族で家で書き初めとかやってたんですけど、書き初めとは言わないか、それはただ書いてるだけなんですけど、なんか筆が好きなんですよね、この習字の筆、今日は筆ペンなんですけど、なんか食感、感触がすごい好きなんです、筆のタッチが。はい、では書き初めします。どうしようかな。でんでんて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 ん。ちなみに昨日の、なんか違う気がする。これ合ってますか。こうやって見ると違いません。なんか変なの。まあいいか。ちなみに、でもなんかちっちゃい、なんかもう一枚紙ってありますか、すいません。昨日の真夏さんはロケに出たいっていう、ロケに行くっていう、すごい芸人さんみたいな目標の。真夏さんの出てるバラエティ番組めっちゃ好きで見てるんですよね。まあメンバーが出てるやつ結構見るんですけど、真夏さんすごい面白いじゃないですか。天性の、なんですかね、いじられ、愛されいじられみたいな。だからいっぱいいろんなロケに行ってほしい。あ、いい感じ。名前も書きます。森、に、お、な、はい、私、堀美央奈の2020年の抱負はこちらです。じゃん。あ、これ反転してますかね、皆さんから見て。あ、反転してないですか。あ、大丈夫なの。木です。あ、よかった。
はい、これはなんかあんまりこう今までの人生で注目してきた文字ではないんですけど、今年気持ちだったりとか気合いだったりとか、こういう気をすごい大事にしたいなと思ってて、気を引き締めるだったり、なんか気合いとかなんかそういうものをライブだったりとか個人の活動とか乃木坂の活動で、すごい大事にしていきたいなと思ってて、本当にこ気があるだけでやっぱりビシッと引き締まるし、なんかこのタイミングで乃木坂もいろいろと変わっていくとは思うんですけど、そこで私もこう力になれたらいいなと思って、で自分自身の人間としての成長もしていかなくちゃいけないなっていう思いを込めてこれにしました。はい、そうですね。でも目標とか夢はたくさんあるので叶えられるように努力はし続けたいと思います。さあ、これはですね、書き初め企画みたいで、2020年の抱負の書き初めをやりたいと思います。はい、書いていきますわ。うわ、懐かしい。あ、はまなかった。書いていきます。抱負か。抱負、すごい握手会で聞かれるけど、私毎回言ってないんですよね。ウミガメに会いに行くって言ってる。でもそれは本当に会いに行きたい。ウミガメ大好きだから。抱負って言われると難しいんですよ、意外と。どうしよう、これ迷う。あー、なるほど。ミオなのはよくわかんないな。木ってなんだ、なんだ。わー、どうしようどうしよう。どうしようどうしよう、待って待って、本当にどうしよう。どうしよう。あ、どうしよう。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 うわ、わかんなくなってきたな。なんだと思う？もうでかい大きな夢を言うね。ちょっと待たせたらごめんなさい。ふう。あ、バランスが悪い。もう本当にありえない、ありえない目標を書くからね。多分これすごい言われそう。バカなんじゃないのって。でも一応ね、口に出して言うということは大事ですので、これはぜひバカにしないでください。絶対 100% みんなバカにする。いました。これは本当にいきます。あ、待って、今それ私それ書こうかな。2個でいい？すごい大きな目標2個になっちゃう。あー、どうしよう。じゃあもう1個書きます。まず1個目はね、これ朝ドラ、私朝ドラ女優になりたい。痛い。本当おバカなこと書くよね。朝ドラ
朝ドラって、そう、あのね、すごい本当にこれは恐縮なお話なんですけど、出てそうってよく言われるんですよ。顔？何なんだろうね。でね、これもう一個は、すいません、もう一個は割と本気なお願い、あんまりこれファンの人に恥ずかしくて言ってなかったんだけど、ちょっとそれだけ書かせて、書けるかな。なんか汚いね、字が。当ててる人いますね。ちょっと汚くなっちゃった、すいません。丁寧に書こうとしなくていいのか。ちょっともうこれは恥ずかしいから名前書かないでおこうと。じゃじゃん、写真集。もうみんな当ててるやん。まあここまで来たらさすがにそうですよね。写真集はやっぱ女の子のアイドルのやっぱ一生の憧れなので、もちろん需要があるとは言っていませんよ。私はどこにも需要がない人間なので、あのこうなんだろう、皆さんに見なんだろう、皆さんに見したいっていうのももちろんあるんですけど、なんかその本当の話、売り上げとかそういうの全然気にしなくて、自分が今後死ぬまでおばあちゃんとかになってもこの時の若かった姿っていうのを本に残したいっていう気持ちがある。だから需要とかそういうの関係なく、自分の老後の時に例えばね、なんか孫とかがもしいたら、これ私の若い頃だったんだよって見せれるぐらいな、なんかそういう思い出ブックじゃないけどなんか作りたいなっていう、これが初めて言ったかな私。以上です。いや私結構恥ずかしいな、年始早々初めて、多分ミリア推しのファンにもあんまり写真集出したいなんて言わなかったんですよね。なんか私ってこう、いや、なんだろうな、恥ずかしがり屋が変に出ちゃって、変なプライドみたいなのとかが出、なんかね、恥ずかしがり屋が出ちゃって、なんかこういうこと言ったらなんか恥ずかしいっていうのが心の中でどっかにあったんですよ。でもまあ言ってみるのもありだなと思いました。みんな応援しててさあここで突然ですが、2020年の抱負の書き留めをやりたいと思います。まずフリップに縦書きで2020年の抱負プラス名前を書く。はい、わかりました。縦書きでいいですね。抱負か、なんか意外とそういうの思いつかないたちなんですが、抱負か、抱負か、抱負か、どうしようかな、抱負か、抱負か、抱負か、2020年の抱負、あれ？こっちやったか。よっこいしょ、1よいしょ、あ軍団ライブってやつを見て、あーそっちもかけばよかったなと思ったんですが、
これにします。じゃん。残さない、松村さゆり。これはですね、なんでこれ、まあ残さないって言ったらちょっとこれだけだとちょっと伝わりづらいのであれなんですけど、なんかもう全体的にもう1月も9日だったり、すごいやっぱ毎日が早いじゃないですか。だからやりたいことをやり残さないとか、マイアンも卒業発表しちゃって、あとどれくらいいるのかわかんないから、そういうマイアンとの思い出もやり残さない、思い残すことないように、思い残さない、やり残さない、寝ご飯も残さないお腹いっぱい今年も食べて、出されたものは全部食べる、イエーイ。なんかいろんなこと、本当今あのサイリング軍団でサイリングを計画中っていうのをこのショールームさんですごいやらせていただいてて、結構本当に皆さんなんか協力してくださっててありがたい気持ちでいっぱいなので、まあこれでなんか実現しなかったらもうなんでやねんって感じじゃないですか。で2020年にもしかしたら無理かもしれないけど、それを2021年とか、まあ本当にやらないってことがないようにやり残さないがいいなって感じです書き初め企画をちょっとここでやりたいと思います。この時期ならではの企画ですね。2020年の抱負をあの書き初め風に書きたいと思います。まだ15よ。ではではでは、どうしようかな。2020年の抱負って言ったって、どうしようかしら。2月5日誕生日近いやん。若くていいな。そうやね。でも若い時って若くていいなって気づけないんだよそういうものだよね。なんて格好、すごい悩んでる。どうしようどうしよう。2020年の抱負か。じゃあどうしよう。じゃあ書くね。なんかちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃった。まあいいか。めちゃくちゃちっちゃいんだけど。左利きになるは無理左利きにはなれないすいません。アスカさんの絵よりは大きいかもしれないけどすいません。なんかでも身長欲しい。でも それはな、違うんだよな。たまみってでもね、右でもかけちゃったりするんだよ。すごくない？顔赤くないのか今日。マスクしてたからか。まあ気にせず行こう。大きく書くとさ、字わかんなくなるよね。
本当だね、顔薄く見える、寝起きの蓮華みたいだ。これはさ、愛って愛にしましたね。豊富ですよ、たくさんの人に愛されますようにっていう意味。です。です。愛って大事だと思うからね。にしました。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 うーんやるしかねえ。